にちは。こんにちは。今回釣り岡、はい、初の、はい、ワンマンイベントです。なんかムーで、はい、クリエイターが3人で一個のイベント会場で、1部が釣り岡、2部が誰々、3部が誰々とかあったけど、もう完全に釣り岡のみのイベントをしたいですし、はい、ずっとやりたかったわけです。はい、なんかポイントでさ、一回イベントしたら楽しかったじゃん、はい、であれをやりたい、またやりたいって言って2年が経ちました。あ、もうそんな経つの、ね、実現まであれ楽しかったもんね。面白かった。なのでなんかフィッシングショーとかにちょいって出たり、ムーでちょいって出たりしても30分ぐらいしか喋れんや、うん、だから今回1部、2部、3部とあって全部2時間、すげー、1時間半だったか。そんな喋ることある。それは1日で、1日で、はい、いくらなんだろう、チケット忘れたけど、見てください、下に書いてるので。で、場所が福岡です。なんかやるなら地元で、九州で、ムーとかだとさ、東京じゃん、絶対東京で、渋谷でとかだけどさ、ずっと地元でやりたかったから、ポイント、ね、ポイントのイベントもずっとしてやったりしたから、地元で、しかも俺らがいっぱい喋れるみたいな感じでやって、で、まあ、1部、2部はオールスタンディングなので、はい、お子さんとかが来たら、あ、結構危ない、結構危ないかなと思うから、なんかきつくなったら座れるスペースも用意してもらいます。スタンディングでギュンギュンに詰めたらもっと人数呼べるけど、わざとちょっと少なめにして、入る人数は少ないけどきつくなった人が座るような席も準備してるから、きつくなったらすぐ「はい、きついです」って言って椅子に座って「もうよし」というふうにしてます。それが1部、2部がスタンディングですね。はい、2時間あります。で、3部はなんか僕の希望により、なんかゆっくりしたいやん。なんか立ったまんま見られててもなんか、なんかさ、申し訳なくなる。フィッシングショーの時とか結構きつい。そう。だから痛くなるし、ね、座ってゆっくり見てほしいってことで、3部は大人限定、しか、もう20歳以上しか入れないようにして、お酒を片手にばったりみたいな。こっちも飲んでいいです。こっちも飲んでいい。ライズバーっていうことですね。じゃあ、そう。こっちも飲んでいいです。飲んでいいんじゃない？いいですよ。再確認したんですか。で、まあ、なんで俺がもう、あの、ジョンボ。ジョンボしないし。いろいろ概要欄からなんか、そのホームページかわかんないけど、概要欄に貼ってます、その詳細は。はい。日付が、2019年7月27日土曜日、オープンが12時半で、スタートが1時半で、多分2時間、うん、で、第2部が16時10分から、うん、で、第3部が19時50分が、うん、大人なやつ、大人なことね。そういうことです。で、会場がビートステーションっていうところ。ビートステーション、ビートステーション、橋の下、あそこ知らない。え、前富士がやってたとこ、多分、なんかそんな気もしてきた、うん、前富士がやってたの。バックバンね、バックバンがやってたの。あそこか、へぇ、って言ってたらコウスケから今さ、サイオレの富士がやってたのに俺らが見に行った場所と一緒だねって話してたら、サイオレのコウスケから来るっていうミラクルが起こりましたが、そんな感じで、はい、って感じで初のイベントで、ゲストはそのうち発表します。はいはい、まあ、多分大体わかるだろうけど、発端がそこだったからね、発端がそこで一緒にやりたいねっていうところになってましたね。まあそんな感じで、はい、あの2時間たっぷりゆっくり話すので、うん、ぜひ遊びに来てください。はいはい、で、あのスタンディングだからみんな、あの譲り合ってね、きつそうな子供とか背が低かったら前にどうぞというようなイベントにしたいですね。はい、以上、はい、イベント告知でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんなで盛り上がりましょう。自分だけいいとこ持っていった。みんな頭が回らん。いやいや、ちゃんと台本用意して、今台本通りに喋って、みんなふんふん言ってた。台本通りやったぜ。台本見せられてない。台本を今まで書いたことあるか。今までないよね。今だけお酒、何で俺お酒飲むか、あと飲む。以上です。はい、はい、言わんとんにかみんな楽しくもね。はい、うわー、ずれ見た。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。